林林は高松市東部にある一地区で高松市役所林出張所の管内、神林町、林町、六条町の三町からなる。かつては全域が北軍林村として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。地区は高松市東部に位置し、高松市中心部の郊外に位置する、 ほぼ正方形をした地区である。人口は2010年時点で1011人、男4945人、女5066人、世帯数は4221世帯であり、人口、世帯数は高松市の地区では多い部類に入らないが2010年までの10年間における人口増加率は約2倍と高松市を構成する地区の中で最も高い。 面積は5.80、人口密度は1平方キロメートルあたり1904.14人と、高松市の地区の中では平均的である。全域が高松平野の一部であるため、大きな起伏は存在しない。ただし、戦場地を形成する高松平野の特性上、地区の南に行けば行くほど標高は上がり、同時に、車道もきつくなる。河川は、 地区の東側を流れるカス川や、そこへ合流する古川が位置する。佐ヌ平野の特徴であるため池は、地区の中央には存在せず、地区の北端と西端に集中して存在する。かつて地区内は、基本的に他の広がる、田園地帯であり、山村上に民家が点在していたが、特に2000年代に入ると北西部で、区画整理、大田第いに土地区画整理事業。 事業主、高松市が行われたり、国道11号高松東バイパスや、県道43号中特造国高松線などの、幹線道路の開通、高松道高松中央、IC の共用開始などの相次ぐ、交通アクセス工場の影響で、幹線道路沿いにロードサイド店などが立地していった。それでも、地区の大部分にあたる、それ以外の地域は、これまで市街化調整区域であったため、 農地転用による開発が制限されていたが、2004年に県によってその線引きが撤廃された影響で農地だった土地が次々と宅地化しており、結果高松市中心部のベッドタウンとして2010年までの10年間に人口が約2倍に急増した。しかし、これら地域は意図的に道路や下水道などのインフラ整備が行われていないため、スプロール化や それに伴う高松市全体の地盤沈下などが懸念されている。1989年までは旧高松空港があり、地区名を取って林の飛行場とも呼ばれていた。高松市編入以前は林村を参照。高松市の平均と比較して第一次産業プラス1.1%及び第二次産業従事者プラス3.7%の割合が高く、 第三次産業従事者、マイナス4.9%の割合が低い。地区内には多くの農地が存在し、主に稲作を中心とした農業が行われている。しかし、特に区画整理が行われた北西部では農地が次々と宅地に転用され、その他の場所でも国道11号高松東バイパスや香川県道43号中、 特造国高松線など新たな道路建設が進むに、連れて農地が減少する傾向にある。地区内に大規模な第二次産業を集中地帯はないが、香川インテリジェントパーク周辺に、軽工業系の工場が位置している。商業施設は、国道11号高松東バイパスや、 県道43号中特造国高松線などの新たに建設された4車線道路沿いにロードサイド店が多く立地している。1992年には旧高松空港跡に香川インテリジェントパークが造成され、県の産業支援施設や民間の技術研究所が立地している。地区内の小学校は私立臨床学校が存在し、中学校は存在しない。 小学校区は、林小学校が、地区のほぼ全域を校区としており、また、六条町の一部は、川添地区にある私立川添小学校、神林町の一部は、多比地区にある私立多比小学校の校区である。中学校区は、多比小学校の校区が私立龍雲中学校となっている他は、全域が、川添地区にある私立共和中学校の校区である。太字の校名は、 地区内に位置する学校で、それ以外は、地区内には位置しないが校区が地区内にかかっている学校。この地区は1956年以降高松市の一部で、あるため地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては、高松市林出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは、公民館も兼ねていて、林コミュニティセンターとして、 地域交流、生涯学習の中心となっている。地区内に交番など、警察施設はないが、過去には、林町線170番地中に林駐在所があった。隣接する多市地区に高松南警察署があり、当地区はその管内となっている。同じく消防も多市地区の高松市消防局南消防署の管内である。調別50音順。 地区の北東にはことで長尾線の線路がわずかに通っているが、地区内に駅は存在しない。最寄りの駅としてはその長尾線の元山駅と水田駅が挙げられ、それぞれの駅に近い六条町の北部と北東部の各一部では、鉄道を利用することが可能である。しかし、それら駅を利用可能な場所は地区のごく一部に限られるため、やはり林地区の代表駅的性格は持たない。 地区内を通るバス路線はことバスで高松駅方面に三メッセ、川島、西上田線の1路線4系統と、大田駅方面に大田駅、三メッセ線1系統が存在する。これらバスの路線もは、地区のほぼ全域に及ぶが、神林町には路線バスが一線もない。また、高松中央 IC 付近には高速バスの停留所、 高松中央インターバスターミナル、高松中央インター南ミミバス停がある。基本的に、高松市東部小高松地区の前田山にある高松局を受信する。その他、古い建物などでは、岡山県玉野市の金鉱山にある岡山局を受信している世帯もあるが、それらの世帯でもほとんどは加えて、高松局も受信している。高松局を受信する場合は、 アナログ放送でも UHF アンテナ1本で全チャンネルが受信できるが、アナログ放送において岡山局を受信する場合は、UHF アンテナと VHF アンテナの2本が必要となる。なお、デジタル放送はすべて UHF アンテナ1本で済む。県外派、地区内におもだった観光施設はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。